ワシリーサ・アレクサンドロブナ・ナダ・ワンコワは、ロシア出身の女性フィギュアスケート選手。アイスダンスのパートナーは、アントン・シブネフ。ペアのパートナーは、アレクサンドル・エンベルト、アンドレイ・デ・プタトなど。2011年5月に、ウクライナ人のアンドレイ・デ・プタトトップペアを結成する。ロシア選手権の FS では優勝したベラ・バザロは、ユーリ・ラリオノフよりも高い技術点を出し、5位という、成績を残した。 ロシアジュニア選手権では優勝を果たし国際大会デビューの世界ジュニア選手権では銅メダルを獲得した。2012から2013シーズンジュニアグランプリファイナルで銀メダルを獲得。ロシアジュニア選手権は練習中の足の怪我で欠場し世界ジュニア選手権への出場はならなかった。2013から2014シーズン2年連続でジュニアグランプリファイナルに出場。 世界ジュニア選手権は FS でのジャンプの失敗が響き2年ぶりのメダル獲得には届かなかった。その後、デプタトとのペアを解消した。当初はマキシム・ボーブロフトペアを組む予定だったが、連盟からトライアウトを進められた結果、アレクサンドル・エンベルトとのペアを結成し、コーチをニーナ・モーゼルに変更した。2014から2015シーズンはロシア選手権で6位。 シーズン終了後、エンベルトとのペアを解散した。2016年5月、18歳の誕生日を迎えて、すぐに、振付師であるニコライ・モロゾフと結婚。モロゾフは3回目の結婚である。2019年に離婚。2016から2017シーズンにアイスダンスに、転候、アントン・シブネフとカップルを結成する。詳細詳細。ありがとうございます。